して。なんだ。この魔女は一体何を。アメルダが何を言っているかよくわからないけど。アメルダのツッコミはどんな攻撃よりも強いからな。ツッコミに。マシュ、アメルダのツッコミだ。行くぞ、アメルダ。すぐそっちに行く。全部任せろ。我が神は慈悲深い。何かお手伝いできることありますか？全部任せろ。ほら、これでも食らえ。行くぞ。バカな。アメルダが光ってる。私は失楽の光の女神。光の女神？どういうことだ？暗闇の封印が破られました。聖剣はすでに破壊され、我がしもべを、宿命の勇士たちよ、私の手を取りなさい。マシュ、これは お前たち全員覚えたぜ。ボーゼル、光、幻が保存。計画通りだ。大司教、魔女が消えてしまい、この異教の女神を相手にするには私の力は消耗。この村を全部浄化せよ。老若男女一人も残すな。守護神の怒りを鎮めるのだ。
守護神は我々が剣を罪なき村人。ボタニクス。しかし将軍。構わん。ボタニクス。帝国の将軍。もしその魔女が守護神の敵ならば。では、吉報を。村。シベリル帝国騎士団ボタニクス将軍だ。すまない、君たちをほば。ボタニクスだったか。あんたは話が分かる人だと思う。聞いてくれ、この戦いは無意味だ。ここはすでに戦場だ。言葉で騎兵隊長、彼らを捕ら。了解しました。なめてるのかこいつら。おいおいおい、行くぞグニル。どう動けばいい？右側の二人は任せ、左側のソウ。分かった。俺の出番だ。そこまでだ。何？俺の剣が君たちが正しきものであると教えて。そんな。ガンビーの大司教は魔女討伐を諦めだが、帝国将軍の名誉に誓って。まさか帝国にあんたみたいな人。自分たちが進む道を見つけるんだ。俺たち